ギウスとは。君は感謝する。ごめんなさい。はい。ミハル。ああ。見て。あら、その通りです。まだ私は。さあ、これは。そして いや、フランセスカ殿。
フランセスカ殿。フランセスカ殿。お願い。さて、さては、
失礼します、アーゲ。いや、フランセスカ、今劇の中盤なのだ。良い展開がいまいち浮かばなくて。少しお休みにならない。休息より刺激が欲しい。どうした、ひず、稽古の予定が空き、ミハイルへ会いに参りました。ほう。お母様、見て見て、四つ葉を見つけたよ。幸せを運んでくれるんだって。お母様にあげるね。ミハイル、いけないわ。おやおや、そう。やれやれ、子供はつまらん。思う、子供は人間というには不足だ。私の好む心の深さや醜悪。申し訳ありません、向こうへ行かせます。いや待て、フランセスカ、今書いているある哀れな男の話なのだ。ある日突然に我が子を失う父親なのだが、彼の悲しみが分からず書けないのだ。その子供を殺してもいいか。そうすれば父親の気持ちがわかるかもしれない。冗談だ。君のような女にも僕参考になったよ。アーギスト様、お茶をお入れしました。ふん。君は新しいメイドだね。はい、アーゲスト様。うちはすぐにメイドが辞めてしまってね。君の働きには期待しているよ。他の方はなぜ辞められるので？さまざまなお家で働かせていただきましたが、これほどよくしてくださる雇い主様は初めてです。どうか何なりとお申し付けくださいませ。そうか、では一つ頼もう。この味を確かめなさい。うまいかね。青紫陽花、私の好きな猛毒さ。激痛とともに全身を蝕み絶命させるのだが、その数分がたまらなく哀れで儚い。
必死にもがくらせば、ここまでにマーベラスな香りはね。まだ良い展開が降ってこない。もっと、もっとだ。刺激がいる。あなた、いや、お母様、ミハイル、行くぞ。落ち着けよ、フランセスカ。ちょっと毒を飲ませただけさ。慌てなくていい。ちょうど解毒薬がある。君のそのネックレスの中に一つだけ。フさあ、何をなさったの、アーゲスタ様。よき、フランセスカ。教えたい、ジェンニッシュの公主大佐、実の息子と愛する男。どちらかは助かり、どちらかは死ぬ。さあ、どちらかを選べ、フランセスカ。おかげている。はや、やつはあなたの苦悩を楽しもうとしているだけだ。自らが本気で死ぬ覚悟などない。そう。理想の劇のためなら自らの命も厭わない。この刀は早く決めないと。お母様、自分で死ぬ覚悟、むしろ好都合だ。終わりにするんだ、フランセスカ殿。断ち切り、この子と共に暮らせ。それがきっとあなたの本当の幸せだ。さあ、フランセスカ殿。フランセスカ、君の演技を初めて見たとき思った。この役を演じられるのは君しかいないと。教えてくれ、君の答えを。お母さん、ごめんなさい。私にとってはこの方が、アーギュスト様こそが全てなのよ。
マーベロス。フランセスカ、やはり君は最高だ。アーギュスト様、いや、これは。忘れていたよ。間に合ったか。気を失っているだけだ。忘れてほしいものだ。母親に見捨てられた忌まわしい記憶は、母親。くだらない。嘘つかないだわ。フランセスカ殿、それが私の何だっていうの。え、確かにお腹を痛めて出したわよ。でも今わかった、愛なんてなかったの。私は同情してただけよ、惨めな乳臭いガキにね。アーギュスト様に比べればクズほどの価値もないわ。壊れてしまったね。素敵だよ、君は刺激的な最高のパートナーだった。さて、客人よ。私は失礼する。次の劇がまとまったのでね。なんだと？劇場で待っているぞ。待て！行かせないわ。もう迷わないわ。フランセスカ殿、これ以上自分を見失うな。いい、私はっきりは、アーギュスト様こそが私の人生、あの方のためのなんだって喜んで捨てるわ。あなたたち、アーギュスト様の邪魔者でしょ。私が消してやる。誰にも邪魔させないわ。逃げ場はないぞ。アルデイグリス、もう終わりだ。ごめんなさい、アーギュスト様、お役に立てず。私、一度でいい、ほんの一瞬でいいから、あなたに愛されたかった。最後にあの子に言い残すことはないか。別に。犠牲が俺には自らと我が子も捨てるほど奴に何がある。名声か。
知り合いに頼む。もう君はこれ以上アーギュスト、劇場で待っていると言っていたな。今度こそそこを貴様の墓場にしてやるぞ。